Life Travelers Cafe。ライフトラベラーズカフェへようこそ。松田美博です。若菜です。ナビゲーターの武井博奈です。世界各国で自分らしいライフスタイルを送っている素敵な方々にインタビューをし配信するライフトラベラーズカフェ。このバージョンは美博さんと若菜さんが日本に来た時に各国で旅してきた時のお土産話と皆さんからの質問に直接答えるカフェトークでお届けします。今回はどこに行ってきたんですか？はい、今回はバイロンベイに行ってきました。バイロンベイ、はい、オーストラリア今オーストラリアって夏ですか？真夏でございます。こちらが冬だと夏、うん、おうおうおう、あ、そうか、真逆なんですね、うんうん、こんなにこんがりと焼けた。そうですよね。なんかちょっと心なしか黒か、心なしかではなく心ともども黒くなりました。おかしい、心も黒くなっちゃって真っ黒だね。毎日海に行ってたからね。あ、そうなんですね。すっごい暑くて、すっごい暑い。何度ぐらいあったんですか？あの、気温的にはね30度ぐらいなんだけど、あの、日差しがすごく強いよね、半端なく強いし、で、あの、なんかもちろんそれ、毎年、ね、行かせていただいてるんだけど、毎年暑いんだけど、なんかね、今までで一番暑く感じて、なんかこうじりじりと焼けるような、でみんなおかしいおかしいって言ってたよね。あ、地元の人もおかしい、地元の人がね、ちょっとおかしいね今年はって言って、なんか雨も降ってないらしくて。そうそうそう、2ヶ月ぐらい降ってなくて、そうな、でその向こうは、雨水で暮らしてるんですよ。え、そう、各家に大きなこう雨水を貯めるタンクがあって、そこをフィルターして、そのお水で全ての生活用水を賄っているので、じゃあちょっと深刻な、そうそうそう、雨が降らないとその水を買わなきゃいけなくて、そう、お水もじゃあちょっと高いでしょうね。で人間も大変なんだけど、なんか動物たちがやっぱ生態系もちょっとバランスが崩れてるみたいで、ちょっと動物たちがね、こう死んじゃったりとかっていうことも聞いたよね。ちょっとかなり深刻な。そう、ただなんか僕たちが行き始めたら雨も降ってきた。そう、一応ね、雨をね、すごい、私たち結構晴れ女、晴れ男なんだけど、雨をお願いしようっていうことにして、逆にじゃあそう友人たちと一緒にお願いしたら、もう最終日はもうすごいやん、ザンザンぶり、ザンザンぶりで、あの、熱帯雨林たちが喜んでたね、すごくもう生き生きしてたね。恵みの雨、恵みの雨、なんか雨をあんなに恵みだと感じたのはね、ちょっと初めてかもしれない。ね、環境が環境ですからね。ね、なんか、こう街も植物も喜んでてよかったです。いや本当にね、毎年行ってるんですけど、何を、日本の冬は、もう毎年最終日にはもう憂鬱で憂鬱でしょうがなくてそれはどういう意味での憂鬱なんですか？もう帰ってきたくなくて。ああ、それぐらいいいところってことですね。で毎日寂しい寂しいそう、3日前ぐらいから見日は始まるね、そうなんです。あーあーあーってずっと言ってそうそう、どのぐらい行かれたんですか？今回は3週間ちょっとぐらいか、あっという間ですね。特にね、あの、毎週毎週違うメンバーと過ごしてるので、あの、それこそあっという間だよね。今回はなんかこう人とか物とか、まあ、環境でも何でもいいんですけど、出会いみたいのってありましたか？出会いは、発見とか、なんかね、そのバイロンベイもすでに友達がたくさんいて、その友達に会いに行くみたいな。あ、そうなんですね、そうそう、でも、あの、どちらかというと、なんかもう既存のという、ちょっと言葉がおかしいんですけど、友人たちがもうたくさんいるので、もう彼らに会いに、でも会いきれないんですけど。そうなんです、会いきれない、そんなにいるんです。全然会いきれないんですけど全然会いきれってない、会いきれないぐらいいらっしゃる、ね、そうなんです。なので、でもたくさんね、大切な人たちとはいい時間を過ごすことができましたね。でも、あの、いいお店をまた見つけて。もう何のお店ですか？ハーブ屋さん。へー、
ああそうそうそう、お茶のハーブですか、それともあの葉っぱのハーブですか。葉っぱのハーブと言ったらいいのかしら、まあ、お茶、うん、あのハーブティーももちろん置いてるんですけど、うんうん、あのなんかパリとかに行くと、うん、あのパリだけじゃなくヨーロッパのねいろんなところにあると思うんですけど、エルボステリエっていうんだっけ、なんか、うん、あのハーブ、ハーバリストの人たちがあのハーブとかを取り扱ってて、でも本当に植物だけの自然のものだけで作ったお薬屋さん、簡単に言うとへっていう感じのものが結構ヨーロッパにあるんですけど、うんうんうん、なんかそれをすごく思わせるような、うんうんうん、いいお店を見つけて、でも入った瞬間にあの、うん、ハーブの匂いにね、もういいですね、大興奮しちゃうの普通みんなリラックスするのにもう大興奮しちゃって、キャーなんて言ってね、なんか店内も素敵そうですね、うん、すごい自然な、あのもうなんていうの、陳列とかそんな綺麗に、うんうん、あの見せるとかではないんだけど、うん、でも本当にもう端から端まで、うん、上から下までハーブのものでいっぱいで、ボトルもいっぱいで、うん、なんかすごいいい空間だった、うん、ワクワクしちゃいます、うん、なんかその友達が見ても、はい、ハーバリストの人に見てもらって、うんうん、その処方してもらうってことをしてもらったんですよ、あ、いいな、はい、で そしたらズバリね、うん、なんかこういろいろベロを出したりこう目を見たりして、はいはいはい、そう今の症状を言われて、うんうんうん、あ確かにその通りですみたいな感じで、改善するためのハーブを調合してくれて、そう、その場でくれるんだよね、それはね、うん、ハーブティーではなくて、うん、あのチンキって言われるもので、はい、であのハーブをとかその薬草とか、うんうん、そういったものをあのおそらくこうブランディーとかブランデーっていうのか、ブランデーとかにあのつけておいて、はい、であのこうなんだろう、抽出したものをいくつかそのハーバリストの人たちが選んで、その症状に合わせてね、うんうんうん、であの自分だけのオリジナルのチンキを作ってくれるんですよ、でもそれを本当あっという間にもう診断して、うんうんうん、もうポンポンポンってもう直感的にこうね取っていく姿がすごくかっこよくって、うんうん、それってその体のなんていうんですか、症状、例えば内臓系とか、うんうん、疲れとか、うん、コリとか、うん、何でも、そう皮膚とか何でも、皮膚病から、うん、あとはもっとちょっとメンタルの部分のこう、うんうん、バイタリティを上げたいとか、うんうん、あとはちょっとやっぱり風邪ひきやすいからちょっと免疫力を上げたいなとか、うん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 、そういったものをちょっと最初にお伝えして、はい、でそうするとちょっと見てくれて、うんうん、話をいろいろ聞いてくれて、うんうん、すぐ作ってくれる、うん、すごいプロですね、プロなんです、ね、それ面白かったのが、はい、その友人が、うん、僕たちはいつもご飯を食べに行くと食べて美味しいって言うんですよ、うん、はい、食べて美味しい、うん、すぐね、うん、で、うん、その友人は食べると美味しいって言うんですよ、うん、なんか20秒ぐらいすごいあるあって、でそういう種類の人たちがいたのね、な何ね、そういう種類の、そうでその人たちは僕たちのことを、はい、その食べてすぐ美味しいっていうのは味わってないんじゃないかと、そう、そんなすぐ味なんか分かるわけないと言うわけ、じっくりじっくりで、そのハーブショップに行ったところ、はい、あのなんかある栄養素が足りてないと、うんうん、なんかこう味覚が遅れてくるんだって、そうなんですかっていうふうに言われて、そのある栄養素を処方されて取ったのね、うんはい、でそしたら早くなったの、食べて美味しいって言うんだって今早かったでしょって言ったら本当だそう、いやなんかね、あのそうその処方される時に、まあ、診断される時に、うん、おそらくその全体的にね見た時に、あきっと彼ら、まあ、2人見てもらったんだけど、うんうん、彼らは多分そのジンクって言って亜鉛、はい、が足りてないってきっとハーバリストの方は思ったのかもしれないの、うんうんうん、であるちょっとあの液体をこう飲ませられて、ちょっとこれ飲んで、うんうん、味がしたら教えてっていうテストみたいなのをいきなりし始めたわけ、うんうんうん、そしたらなんか2人ともその液体飲んでからもう7秒とか10秒とか経って、うん、あ苦いって言うわけ、遅すぎるって言われて、
でそれもう相当ジンクが足りてないよって、うんうんうん、で考えてみると2人はお肉を一切食べないの2人とも、まあ、ベジタリアンといえばベジタリアンですし、うんうんうん、なんかあの普段やっぱりそのお肉が得意じゃないから食べてなかったらやっぱりその亜鉛不足に極度の亜鉛不足になってて、うん、でそれが皮膚に出てきたりとか、うん、ちょっとこう気力がなくなったりとかそういったところにね現れるっていう風に言われて、で2人ともそのハーブチンキとプラスそのジンクのサプリメントを、うんうんうん、あの処方されて、うんうんうん、あのもうすぐ飲んでたね、うん、そしたらもうねすっごいまずいんだってそのチンキが、うんうん、あのねビデオに撮ったぐらい変な顔するの2人とも飲んだ後だけどそれ1回飲んで数時間後になんか元気になってきたって言ったよね、うんうん、すぐ分かるんですね、うん、こうエネルギーがみなぎってくる感じがあるのかな、普通ほら薬じゃないから即効性がないとは思うんだけど、でもやっぱりなんかハーブのエネルギーっていうか、うんうんうん、やっぱり人間ってそういうのちゃんとこうキャッチするんだなって、ね思って、うん、素晴らしいなっていう風に、ね、二人ともすごく元気になって帰ってったの、よかった。そうでもそれをなんかなんて言うんですかね、反応が早くなるようなこうなんて言うんですか、体の素直さっていうか、うんうんうん、それを受け入れられる度量が ね、うん、なんかあったのかなっていうのもね、それはそうだと思いますけどね、はい、うん、はい、そうなんですね。ぜひ行ってみたい、すごく、うんうん、行きましょう。はい、では今日のテーマを、はい行きたいと思います、はいはい、このテーマはリスナーの皆さんからの質問を元にしています。今回は東京都にお住まいのラジオネーム、はい、アイパグさんからいただいております、はい、テーマは何ですかね。はい、ですね、脳がいっぱいで他の情報が入らないことってないですか、というご質問です。その背景は、はい、この背景はですね、私は今50歳で、うん、国家試験に向けて勉強していますが、すごい全く頭に入りません、うん、理由は年齢のせいかもしれません。脳の情報がいっぱいでもう入らないような感覚です。それは余計な思考癖のような感じがします。頭をすっきりさせる質問があったら教えてください。なるほど、ということですまずでもあのそのバイロンベイに行くと情報量が東京に比べてもう圧倒的に少ないんですよね。うん、それは看板もないし、うん、ネットもそんなに見ないし、うん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 、こっちに言うとなんかいろんな情報が入ってくるじゃないですか、はい、でもほとんど自然の中にいるから、うんうんうん、あの情報がなくてな、僕はすごくクリエイティブになれた感じがするんですよ、うん、そうだね、うん、あの特にミヒなんかは、うん、本当に頭を使う人なんですよ、うんうんうん、もうとてもとても頭を使う人で、うんうん、東京にいる時とかはもう多分ものすごくいろんなことは同時進行で何十個ものものがこうガーって動いてるので、うんはい、常にもう思考がいっぱいなんだよね、うんうんうん、でもなんかそういったバイロンベイとか特にバイロンベイの中でもあの私たちが最後に必ず過ごす場所があって、うんうん、そこがあの本当に熱帯雨林の中のお家なんですよ。もう周りは全部林なの森の中に暮らすんですよ、そこのお風呂も森の中なんですよ。お風呂もね外なんですよ、うんうん、っていうもう森の中にいると、うん、もうなんだろうね、本当に情報が一切入らないし、うん、うんはい、うんあのでネットもつながんないから、ああそりゃそうですよね。そうするとね、だんだんとやっぱりミヒのこの頭の中の声がなんかね静かになっていくのを私は感じて、なんかねどんどん脳に余白が出てきたのがびっくりするぐらい分かった。あ、そうなんですね、うん、そう、うん、じゃあ なので、はい、なんか情報を一回こう入れること、インプットをストップさせるといいなと僕は思っていて、それは意識的に本を読むとか意識的に何かを調べるとか、意識的なインプットと無意識のインプットがあると思うんですね、はい、で無意識っていうのは例えばテレビをつけるとかラジオをつけるとか、人の話声を切ってしまうとか、あとはまあ外に出かけた時には広告とか看板が目に入ると か、そういうのを一度、ストップする
時間とか期間とかを作るのがいいなと思う。なるほど、まあ、その話から言うと、このアイパグさんが言うように、脳の情報がいっぱいで、もう入らないような感覚っていうのは、ある意味こう体がちゃんと分かってるっていうことになりますよね。でも東京にいると結構難しいんですよね、旅に出よう。あ、それこそライフトラベラーね。そういう場に身を置くっていうことはすごく大切だし、さっき の, あの話につながるんだけど、あのハーブ、いくらいいハーブとか栄養素を取っても、あの体が受け入れられるような素直な状態、柔らかい状態じゃないと、どんなにいいハーブも全然効かないかったりするじゃないですか、なんかそれとすごく似てるなと思ってて、もう常にやっぱり一生懸命生きてて、一生懸命いろんな情報をもう自分が意識しているもう何百倍も多分脳は受け取っているわけで、そうやって頑張ってる脳をやっぱり一回ちょっと休めてあげたりとか、なんか柔らかくしてあげるというか、その受け取る側の脳のケアをするというか、その脳の気持ちになってみるっていうか、なんかそれをまずしてあげることがすごく大切で、そうするときっとどういうことが起きるかっていうと、本来やっぱ人間の体って脳みそも内臓も必要な、自分にとって必要なものとかいいものをちゃんと選んで受け取るっていうことができるものだと思うんですよ、本来、人が生きていくためにそれが必要だから、だから本当に自然な状態の素の状態の脳みそに戻してあげる、なんか健康にね、健康健やかに、そう、健康脳にこうちょっと地を上げて、そう、充電してあげて、戻してあげることで、自然と今本当に学びたいことだったり受け取りたいことをちゃんと受け取れるような状態にする、それは人間がすることではなくて脳がちゃんと勝手にしてくれることだと思うから、その脳を作るっていうことがすごく大切かなって感じました。あとね、でも手軽にできるのは、そのどこから情報が入るかというと、耳と目からが多いと思うんだよね、なのでその機能を一時的に中断させてあげるっていうのがよくて、多分普通の人は起きてから寝るまでずっと目を開けてると思うんですよ、だから目を閉じる、要は視覚情報を遮断する時間を取ってみるっていうのがいいと思うし、あとは耳から聞こえてくる情報も、耳栓でもいいし、自然の音が聞こえつけてイヤホンつけるとかでもいいと思うんですけど、そういうなんかいわゆる自分にとってノイズである情報を遮断する時間っていうのを作ってみるのがいいかもしれない、それは私もよくやってます。あ、そうなんですか。特にやっぱり東京にいたりとか大都会にいたりとか忙しい時は、私は目と耳から全部情報がグワーって入ってくるんですよ。なのであえて耳栓をする、とか、耳栓をね持ち歩いてるんですよ私。あ、そうなんですね。そうなんですよ。じゃないと、もうパンクしちゃ、なんかね自分がこうね吸収しちゃうんで、いろんなものを、すごく疲れちゃうので、だから耳栓しちゃったりとか、本当にもう大音量でずっとこの自然の音だけ聞いてる、BGM みたいな美しい音楽を流して、本当にそれだけにして脳を休ませるというかリラックスさせるっていうことをやるし、あとよく日に目をこう、なんていうのか、閉じさせられるんですよ強制的にいきなりなんかね、寝てる時とかじゃない、夜じゃなくて普通にこうやってみんなといる時もいきなり目をガーンって閉じらせられるっていうのがあって、なんかわかるんですか、そのタイミングって。わかります、目がね変わるんですよ危ない目になるの。危ない目、そう、これ以上もうダメ、受け取っちゃダメっていうね、考えすぎてる目をしてる時があって、そうなんです、思考がこうぐるぐる動いてる目っていうのがあって、それを察知したら、あ、危ないと思って目をパサッと遮断するとふにゃっとなるそれだけやっぱり目をね隠すっていうのは大事だから、1日にその瞑想するっていうことはやっぱりね、すごくいいことで、瞑想するとみんな頭の声でいっぱいになるって言うけど、それでもね、空いてるよりは絶対に脳みそに入ってる情報は少ないはず。そう、
うん、だからいいの、うん、じゃあやっぱりなんか瞑想とか、まあ、お昼寝とかでもね、うん、そうそうそう、すごいいい、お昼寝もいい、お昼寝は一番いいと思う、10分でも20分でも、うん、耳栓と目隠して、うん、私、うん、この話がすごいなんか自分に言われてみたいだなってすごく今感じたんですけど、うん、あの私すっごい最近昼寝したがるんですよ、したがるんです、体が、いで多分これ原因、この脳みそが、うん、ちょっと疲れてる、情報を取りすぎてるんだって今なんかこの iPad さんの質問のおかげで気づきました。そうですね、でみんなそうだよね、あれだよね、 SNS とかもすごい情報量だからね、 あれは大変ですよ、うん、そうですよね、そう、例えば SNS を遮断する日を1日取るとかでもいいし、大事ですね、そう、できることからぜひ、はいはい、ということで、はい、今回の魔法の質問は、はい、どのように遮断しますか、うん、むむむ、どのように遮断しますか、はい、はい、どうぞ、はい、はい、私の答えは、うん、昼寝をします。おー、いいですね、引き続きいいです、いいです。私も実はあの川の音とか海の音とか寝る時に聞いたりするので、うんうん、それをもうちょっと聞く時間増やそうと思います。いいですね、はい、じゃあ若菜さんは、私は、まあ、ちょっとねさっきも言ったんですけど、でもなんかできるならばやっぱり森の中とか、うん、木々があるところとか、あの自然の中にこもるいいですねはい、うん、一日でも、はいはい、みひろさんは、僕もやっぱり昼寝ですねバイロンベイでは毎日昼寝してたんですけど、やっぱそのいろいろこう実験を自分の体でしていくと、お昼寝をした方がパフォーマンスが上がって結果的にできる仕事量が増えるんですよ、うん、なので 目も耳も、まあ、耳は分かんないけど、その目からの情報、あ、昼寝って言っても寝ないんですよ。そう、10分くらいなの。へえ、あ、そうなんですね。そう、目を閉じたただ横になるっていうのを昼寝って僕は呼んでるんですけど、うんうん、で本当に寝る時もあって、でも寝ない時の方が多い、うんうん、まあ、それをやると遮断できるなと思いました、うん、はい、なるほど。なんか昼寝が罪悪感がすごかったんですけど、とても重要だと思います本当に健やかに生きていくためには、ね、これから純粋にあの、ね、眠楽しんでください、うん、ありがとうございます。ライフトラベラーズカフェは世界各国から不定期でお届けするプレミアムトラベル版と、今回のように日本に来た時に毎週お届けするカフェトーク版があります。皆さんからの質問もお待ちしています。次回の放送もお聞き逃しのないようにポッドキャストの購読ボタンを押してくださいね。それでは良い週末を。ライフトラベラーズカフェ。